問題です。バッターがレフトフライを打ち上げました。レフトが追いつきグローブを出しましたが、なんとグラブに当たってスタンドにボールが入ってしまいました。この場合どうなる。1、フェアの打球をグラブに当てた後、フェア地域、ファール地域、いずれのスタンドでも打者に二塁が与えられる。2、フェア地域、ファール地域のいずれのスタンドでもホームランになる。3、フェア地域のスタンドならホームラン、ファール地域のスタンドなら打者に二塁が与えられる。さあどれでしょう。正解は3番です。打球が地面とか審判とかベースとか野手以外のところに触れてない状態のことをインフライトと言いますが、このインフライト状態が続いているので、フェア地域のスタンドならホームランになります。